4月の末、河原湯温泉に一泊で出かけてきました。河原湯温泉は群馬県渋川から北西に約1時間ほど入った長野原町というところにあるんです。源頼朝によって約800年ほど前に発見されたといわれる温泉で、江戸時代から明治にかけて上州河原湯高専として栄えたところです。今回は物見湯さんではなくって、あるプロジェクトの調査のためで出かけたんです。ここは昔、大和尊が碓氷峠に立ってこちらの方を望んで、国を起こした妻、音橘姫を思って東早と詠嘆したという、そのゆかりの吾妻川の中流域にあたるところです。残雪を心配していたんですけれども、この地はそもそも雪の少ないところとのことで、雪は全くありませんでした。その代わり、初日は雨に見舞われて一行三人びしょ濡れの山歩きとなりました。それだけに、その夜の河原湯温泉の熱すぎるほどの湯には心底癒される思いがいたしました。この由緒ある素朴な温泉がいつの日かダムの底に沈むのだといいます。その名を八ッ場ダムというんです。それはね、下なんですよ。あれ、バトカンのところじゃなくて、ええ、その下ですね。あ、その下、ええ、こっちからはいけねえのか。で、これね、道祖神が一番先にあるのはあそこ、橋越えてすぐのところでしょ。そうです、そうです。周辺の景勝地、遺跡、民族資料などの地元資産を掌握して、それらを結ぶウォーキングコースを設定して、たくさんの人たちにそこを訪ねてもらう、そういう企画を提案することにありました。つまり、現在の姿を今のうちに記憶に留めてほしいと、ダム建設当局が地元還元のために苦慮した一種の地域振興策といえるものなんです。吾妻川の両岸には歴史的資産としては、大和尊ゆかりの北条山神社をはじめ、浅間山信仰や信濃諏訪大社の流れを汲む神社仏閣、そういうものをはじめ、あちこちに鎮座する土俗信仰の道祖神、これは至る所にあるんですね。溶岩をうがって並べられた石像、石仏、これは大変珍しいものです。それから、ごく自然な形で路傍に立っている仁王像、これも大変貴重な文化財なんですけれども、そんな形の町指定の天然記念物だとか、文化財、そういうものには事欠かないんですね。また自然景観としては、吾妻川両岸には浅間山系特有の溶岩地層がいろいろなところに露出しています。中でも奇岩解析の名称、吾妻渓谷、これは関東の耶馬渓とも呼ばれている大変な景勝地です。で、私たちが行ったこの時期はまだ芽吹く前で、見通しが非常に良かったんですね。パンフレットにあるような緑色の穏やかな水面とは裏腹に、雨でしたので、すごい濁った激流が望まれました。
樹木の植生という面から見ると吾妻川の両岸一帯にはブナ、ナラ、クヌギなどの落葉樹が広く生い茂っていて、枯れ落ち葉が天然のダムの働きをしています。でいろんなところにきれいな滝が見られて、いるんですけれども、水資源の豊かさを物語っているんですね。しかし下流域の都市圏の水需要は驚くほどの勢いで増加しているんですね。だから人工のダムが必要だということなんです。ヤンバダムは利根川水系上流のダム群とともに首都圏および群馬、埼玉、茨城、千葉この4県に水を供給するライフラインとしての役割を担うものであるといいます。原子力発電所や高速道路あるいは大規模用水路など国家的規模の開発事業で建設地の地元が直接大きな恩恵を受けるということは意外に少ないんだそうですね。ヤンバダムも例外ではありません。現地の居住者は伝来の土地を離れることを余儀なくされる。田や畑、丘や小道といった毎日慣れ親しんだ風景が皆そこに沈む。つまりは地元の犠牲のもとに下流地域の人たちが潤うんですね。この調査はその恩恵を受ける人たちにこの地がダムに沈む前に訪ねていただくためなんです。分かりにくいですね。ヤンバダムの建設が始まったのは昭和27年、1952年といいますからすでに半世紀に及ぶ歳月が流れております。まず当初から地元では反対の声が高かったそうです。その後の交渉もこじれにこじれてきたようです。政治的な駆け引きにも利用されたりいろいろな思惑も複雑に絡み合って今日まで一進一退という状況だったらしいですね。けれども何事も時が解決するようにこの50年の間に世代も変わって後継者の中には諦めと相まってダム建設を前向きに考えようとする気風も生じてきているということなんです。当局にはこうした反対運動の風化を待ち望んできた感も否めないと思います。地元の景観を生かしたウォーキングコースを作って旅行者を集めて地元に対する理解を促すイベントを提供したとしてもそれは欺瞞以外の何者でもないような気がします。地元の人たちはそれを一番よく知っているんですね。どうぞお好きにおやりなさいよという言葉がそれを如実に物語っています。鉄道を越して、はいはい、車入れます？車入ります。小さく大型ご飯もいいです。それでこれが鉄道ね、はい、それでまたこの道路、はいはい、芸能人ぶつかります。ここの調査の取材中に協力的な人たちにも出会いました。けれどもあんたらここに何しに来たと敵意をむき出しにするような人もいたことも事実なんです。また石碑を見ていたらこの人が長野原町を起こした本当の政治家なんだ、この人の名をしっかりと伝えてほしいと通りすがりの人に頼まれたりしました。地域ぐるみの振興策は地元の協力が得られてこそです。感情的なしこりが解けない限り
本当の地域振興策など生まれるはずもありません。地元の気風とダム建設とどのように結びつければいいんでしょうか。自分自身はダムの恩恵を受ける立場です。そしてまたこの仕事が生活の糧となることも事実です。ダム建設については賛成も反対もない重要の立場を取らざるを得ません。エゴと言われても反論の余地はありません。こうした企画の常でもあるんですけれども、またまた当局と地元意識との狭間で悩むことになるんでしょうね。いずれにせよこの企画は前途多難です。この辺でバックさせてもらうしかないな。あ、車、俺の車じゃ無理だ。無理だ。一つの救いは、吾妻渓谷は水没から免れること。それから、河原湯温泉は湖面より上にかさ上げされて、新しい観光地として生まれ変わるということなんです。そして今、私に言えることは一つ。今年こそ皆さん、ぜひ吾妻渓谷、河原湯温泉へ。春は新緑、秋は紅葉、懐かしい里の風景を満喫できるのは今のうちですよ。